道内では昨日、札幌で83人、函館市で20人など、合わせて218人の感染が確認されました。死亡した人はいません。道内の病床使用率は 7% と低い状態が続いています。今日から政府は、屋内、屋外問わず、マスクの着用を個人の判断とし、学校では来月から基本的に着用を求めません。一方、病院や高齢者施設を訪問するときや、混雑する電車内などは、引き続き着用を進めています。